すっかりモチパークハマったのね。最初はゲームで家建てるってよくわからなかったけど、やってみると楽しいね。モチパークは歴史長いからね。攻略サイトとかですごい建築してる人見るとこういうの作りたいって思うんだよ。わかるわかる、私氷の神殿作りたいのよね。いいな、私まだ氷ゲットできてないよ。ソラもマルチプレイしてみれば。マルチオンラインか。マルチはいろんなプレイヤーがアイテム交換してくれるから足りない素材もすぐ集まるわよ。そうなの？でもちょっと怖いかも。私がいつも遊んでるサーバー教えるね。基本優しい人ばっかりだから。ふむふむ、これでいけるかな。ソラバッチさんがログインしました。こんにちは、よろしく。オースです。うわー、よろしくお願いします。うわー、なにこの豪邸。アウェニャーさんって人の家なんだ。家作り手伝うよ。ありがとう。チャットだとプレイしにくくない？ボイチャできる？確かにボイチャ OK です。よろしくお願いします。私はソラブチ。よろしく。アイアンさん何でも知ってるな。わあ、何このライト、かわいい。もちろんたんだよ。初めましての記念にどうぞ。ありがとうございます。初日でもうこんなに豪華な家に。楽しかったです。ありがとうございました。また遊ぼう。はい。次の日、ソラの家見たよ。すごいじゃない。あんなレア建材どうやってたくさん手に入れたの？すごく優しい人がいてくれたんだよ。特にあのモチランタンって最終ダンジョンしか置いてないし、生成率すっごいレアなのよ。私も持ってないのに。そんなレアアイテムを気前よく。それ以外にも期間限定のアイテムとかもあったわよ。何者なのそのフレンド。その夜ログイン後、アイアンさんこれかなりレアアイテムだったんですよね。いいっていいって。ちゃんとお礼します。何かできることありますか？じゃあさ、今度俺と飯でも行こうよ、リアルで。いや、それはまだモチパーク始めたばっかりだし。関係ないじゃん。いえ、会うのはちょっと。それ以外のことなら、木こりとかブランチマイニングとか。はぁ、散々レアアイテムもらっておいて何それ。じゃあこの木材返せよ。これもこれも。はぁ、どうぞお返しします。これもすっげーレアなんだぞ。はい、欲しいなんて言ってなかったのに。家が一気に徒歩建築に。はっ、でもさ、モチランタンは一回設置すると回収できないんだよね。どうしてくれんの？シルクタッチでも壊れんだけど。お言葉ですけど、そちらが勝手に設置したんじゃないですか。まあ、俺のせいにする気？初心者だからって甘えすぎなんだよ。やばいこの人。とにかく会いませんから、失礼します。ソラマチさんがワールドからアディオス。なんなのあの人。数日後早朝でも、この時間ならアイアンいないよね。いる。おい、ソラモチ、モチランタン返せ、トラバ。アイアンどうした？大丈夫？全体チャットにそんなこと書かないでよ。てか早起きだな、この人たち。何度ログインしてもアイアンは家の前で待っている。朝も昼も夜もずっといる。廃人。パンめっちゃ食べてる。もう仕方ない、あのデータは諦めよう。せっかく集めたルビー装備、資金がいるよ。ソラちゃん、仕方なくデータを初期化し、別のサーバーで遊び直すことに。お手伝いしますよ。ありがとう。この方ベテランっぽいけど、こっちの動きを待ってくれるし優しいな。新しいサーバーで意気投合したカスミンさんと気づけば通話で話す中に。こんばんは。うわー、カスミンさん可愛い声。ソラマチさんも。でもなんか私たち心なしか声に似てますね。確かに。マルチプレイは初めてですか？いえ、実は前からやってたんですけど、前のサーバーに行けなくなって。あら、そのちょっと困った人に絡まれちゃって。そのサーバーにいる困った人ってもしかして、あーから始まってうんって終わる人じゃ。そこです。やっぱり私もリアルで会おうって言われて、断ったらアイテム返せって脅されて。全く一緒。ごめんなさい、私あーさんの名前を出すのも嫌で。よっぽどですね。全体チャットで泥棒呼ばわりされて、スリーサイズとかまで聞かれて、すっごく怖くて。なんだってあの男。でも今はこっちの皆さんがよくしてくださるから、サーバー変えてよかったです。私もみー。翌日にしてもアイアン名最低だな。おい、空持ち、俺アイアンだけど、お前今どのサーバーにいんだよ。この画像パラバク前に教えろ。私の写真。なんでアイアンが私のアドレス知ってんの？そらもちちゃん、今どのサーバーにいんの？モチランタンの泥棒でか、俺にも教えてよ。はあ、この人たちもモチパークのユーザー？しかも私がそらもちってこと知ってる。どこで知ったん
ここ見てないの？アフセール男の人募集してます。うわー、誰がこんなもの。どうしたのソラ。ひさみ、あのサーバーやばいよ。何があったのよ。もちもちランタンで通知が止まらないよ。アイアン、あんの野郎。え、アイアン知ってるの？こいつこないだ食事した男よ。ヒサタンめっちゃ美人じゃん。あらやだ。どこ住み、学生バイトしてる、休みはいつ、彼氏いる、LINE やってる。やたら偉そうだし、プライバシー詮索してくるし、最悪で帰ろうとしたんだけど。いいじゃん、寄ってこうぜ。嫌だっつってんでしょ。ってわけでブチ切れて帰ったのよ。うわ、でもなんでアイアンがソラのアドレスを。あ、でね、大学の友達もハマっちゃって。はぁ、ソラって言うんだけど今同じサーバーにいるよ。ソラ持ちって知らない？結構ログインしてるはずだよ。へー、きっと可愛い子なんだろうな。ねー、はーん、あったあった、こんな子可愛いでしょ。へー、あ、やっとトイレ開いた、行ってくる。はい、ごめん、あの時だ。ソラ、気をつけてよ。もうアドレス変えなきゃいけないじゃない。本当にごめん、ソラにまでそんなことしてたなんて知らなかったのよ。最悪、女の敵じゃない。なんとかしないとスノーちゃん新しいサーバーも突き止められちゃうよ。運営に行っても全然効果ないみたいで。あいつ子さんだからバンされてもどうせすぐ新しいアカウント作るでしょうね。うーん、楽しいゲームになんであんな人が。ソラ、あんたの個人情報のお詫びに一肌脱ぐから協力して。え、数日後。お待たせ。いやいや、ヒサタンのやつ、ゲームのことで俺に相談したいなんて。気の強い女は嫌いだけど顔は美人だし、今日こそうまいことホテルに連れ込んでやるぜ。うわー、こんな高級店おごるなんて気まいんだな。うまー。でね、今日会って欲しかった理由なんだけど。ああ、おー、ソラ持ちって最悪ね。お、アイアンの持ちランタン奪ったんでしょ。初心者だからってそれはないよね。おー、でもお前の友達じゃなかったか。友達だから注意したの。でもアイアンがどれだけ時間かけて素材集めたか想像しようとも思わないのよ。アイアン、嫌な気持ちになったよね。おー、こいつなかなかいいじゃん。まあまあ、俺も貴重なアイテム取られて結構ダメージだよ。でしょ。しかも人がサーバー紹介してやったのに、健在放置してログインしないし、その上ゲームがつまんないって私に文句言ってくるの。最低じゃねえか、あの女。ひどいよね、私たち楽しんでただけなのに。ドキーン、泣かないでよ、ひさたん。そのもちには俺がもう鉄槌下してやったから。え、あいつのアドレスをもちパークのユーザー掲示板に貼ってやったんだ。俺のフレンドがソラモチに鬼メールしまくったから壊れたはずだ。そうなんだ。だから安心してよ、ヒサタ。ソラのアドレスはなんで知ってたの？え、それはまあ、なんだ。私ね、ロック解除の履歴アプリで記録してるんだよね。うそ、お前知ってて聞いたな。何よ。何って、俺がロック解除したこと。お前よくも。よくも、こっちのセリフちゃい。うわ、お前はソラモチ？今までのセリフ全部録音しましたから。この音声データあんたが貼った掲示板に添付してあげましょうか。やめろ、他のフレンドに知られるだろ。フレンドに嫌われたら困るわけ。当たり前だろ、あのサーバーに何百時間費やしたと思ってんだ。だったらこれどうしてくれんのよ。ごめんなさい、やめさせます。書き込みも削除します。今すぐ。はい。数分後、ちゃんと消したわね。やっとこれで安心。じゃあ、俺はこれで。またんかい。あ、何よ。私たちまだ何も食べてないもん。先生、カップ巻きのテンプルとピザ。それとオムナポとも包みパスタとカレープレートね。ヒサメ、相変わらずよく食べるね。アイアンさん、お会計はよろしくね。なんで俺が。個人情報に比べたら安いもんでしょうが。すいません。お腹が満たされ、個人情報も守られ一安心。だが、ヒサタンの腹の虫はまだ収まっていなかった。アイアンってやつ出会い中だから気をつけて。出会いアイテムも受け取らないで。ホムラとのアールも注意。アイアンの仲間だから。バイトつないでとめ、スリーサイズとか聞かれるよ。うわーい、言うのかよ。こうしてアイアンとその仲間はモチパーク界隈で解約ユーザーとして認定され、ついに運営にアカウントをバンされた。俺の8000時間かけた浄化町が。で、私たちは。はい、ソラ、コール10スタック持ってきた。ありがとう、ひさみ。この間のお詫びになるかわかんないけど、変な人にはお互い気をつけようね。はい。ソラ